した、どうした。今日マジですごい魚が手に入ったから。何？海外からめっちゃ入手困難なお魚が来ました。見てみていいかな。何？何かっこいいかっこいいかっこいい。ブルースゴアって書いてあるね。フローズアッシーって書いてあるよ。はいはいはい。じゃあここでクイズです。見ての通りこちらは銀鮭なんですが、これは超スペシャル銀鮭です。なぜかというと、とある国から完全に予約制で仕掛けに入らないめちゃくちゃ希少。さあその国とはどこでしょうか。銀鮭といえば私が YouTube で行った国、かなちゃんも行った国、行ったところ、はい、銀鮭正解は今年私たち夏に行ってきたアラスカから来た銀鮭でした。さちゃん、ちょっとテンション上がりすぎていつもの忘れてますので一応お願いします。あれですね。そうです、お願いします。それないと始まらないんで。すいませんでした、はい、さて皆さん今日は何の日かな。ぎこちないなだってこのタイミングだもん。何がすごいか今から説明します、はい、ブルース・ゴアさんっていう方が開発した漁法で取られたサーモンですよっていう番組。じゃじゃん。シリアルナンバーなんですよ。シリアルナンバーでいつ取れたか、どの船で取れたかっていうのを管理してるのがこれ。アラスカの魚じゃん、うん、ということは天然。そう、天然の銀鮭。天然しかやらないって言ってたもんね。アラスカは州で決まっていて、うん、あの養殖がダメなんですよ。だから 100% ワイルド。水産資源管理がすごいから、これも注文が入ってからしか取らない。はぁ、違うね。で買ってくださいみたいな流れが、うん、まあ、普通じゃん。これはブルスゴーさんの銀鮭欲しいですけどって言って、はいはい、じゃあ取ってくる。ああ、しょうがないなって、しょーって言ってことにして日本に来た。やっぱり、うん、はいなのね。でそれの理由が中見てほしい、うん、ちょっとこれ凍ってる。ほら、ここ綺麗だし、なんてくっつうなの。これは映ってる。もうね、どんだけズームにしたって何のアラも見えないわ本来ならここに、うん、あの血合い、血がどうしても臭みになったりとか、うん、劣化したりしてくるんだけれども、完全に血抜きしてある。すっごい綺麗だった。その血抜きの仕方も神経締め、日本のイメージじゃんそれ。そうだね。だから日本で習った人がやってるんでしょって思うじゃん、うんうんうん、でも違うの。ブルースゴアさんが独自でむちゃむちゃ昔からやってる。これね、サーモンの姿って言い方はいろいろあるんですけど、頭ついてるのラウンドって言いますね、はい、この状態ドレスって言います。ドレスになると内臓と頭取られてる。毛細血管の血も全部きれいに処理するから、マッサージだね。何、マッサージ受けてるの？そう、よくわかんないけど、多分こうもみもみして全部の血をきれいに出してる。これがまずブルースボーンさんのこだわりで、2個目はやっぱり凍結方法。洗浄でかなちゃんが言ったように、はい、あのコンパクトフリーザーで、うん、全部冷凍瞬時にさせて、その後、はい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 、これがね、もう完全こっちこっち届いたか分かんない状態。氷の膜張ってるの分かる？これ、これがグレースって言います。凍った魚に、まあ、塩水とか水をつけて、で再度膜を張って保管する方法で、それは結局魚の乾燥だったりとか水分をしっかり閉じ込めるってすごい大事なので、鮮度を保つためにやる手法なんですけど、手間がかかるんですね。これ一本一本洗浄でやってる。でこれをなんと取ってから2時間以内にやるっていうのがルールになる。まあお忙しい。2時間以内にやられてる状態なので、解凍すると2時間後のやつ、ここ日本だけど、そんな感じなので、めちゃくちゃ鮮度のいい天然のアラスカの銀鮭を刺身で食べる。やばーい。っていうのがこの3。どの国に行ってもこの鮮度のまま、この美味しいまま食べてほしいって気持ちがあったから、こんなの作っちゃいました。
はい、ブルース号からのお願いって書いてあるんですけども、回答方法、取り扱い方法も全部書いてあります。なので今日はこのブルース号さんからお願いされた通りに美味しく回答をしていきましょう。はい、従います。レッツゴーレッツゴー。ブルースゴアさんの言う解凍方法、その1が、まずグレースが溶けるまで冷蔵庫で3時間解凍しました。はい、それが今みんなに見せてるこの状態です。この状態まだ凍ってるね。はい、でこれにさらに解凍をかけていくんだけれども、理想としては2日間できるだけじっくり解凍して、で魚が乾燥しないように上に濡れたタオルをかけていく。48時間解凍していきます。はい、美味しくなってね。アラスカの海に生きていた頃へ。この状態でじゃあ冷蔵庫入れていきます。はい、ということで解凍しました。2日後です。見てみましょう。ででーん、おはようございます。刺身で食べる菌の数って、うん、決まってるのよ、厚生労働省とかで、うん、その数値を大きく下回ってるので、ちゃんとした保管をすれば3日間刺身で食べても大丈夫。すごいね。でなんかブルース氏が言うには、生きてるサーモンよりも成菌数少ないの。生でどんだけバクバク食べても大丈夫。ではスペシャル銀鮭くん、よろしくお願いします。こちらこそ。すごい弾力が、なんかサーモンじゃないみたい。もうハリがマヒちゃんみたい。子供のようっていうことですね。3歳児。せーのーせ、よいしょ。美しい。綺麗だね。うん、でももともとその銀鮭ってそんなに脂が多いね、魚じゃないんだけれど、うん、こうやってさ解凍にゆっくり時間かけたから回ってきてるね。うん。あんまり出てきてるね。ゼロゼロよ。うん。わお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 。わーお。炙りますね。レッツ炙りタイム。テンションおかしくなっちゃうよね。はい、ということで完成しましたのでいただいていきます。今日もお魚さんに感謝をしていただきます。これ合わせるお酒めっちゃ難しかったんじゃない？何選んだ？いや、今日は純米吟醸。すごい香り。ちょうちん。純米だ。あ、発端錦をね、ご用意しました。あらららら、ちょうちんさん、うまい。うまいでしょ。うまい。ちょっとさっき私一口飲みました。あ、ですよね。フルーティーとか、うん、辛口とか淡麗みたいな言い方じゃなくて、全部そうなんです。込み上げてくる。お魚の旨味を伝えるときに、油が乗ってて美味しいって言うじゃん。はいはい。あれはあれで美味しいのよ、うん、ただこの子に関しては油じゃない美味しさ。何？え、もういいや、食べてみて。うん、めっちゃうまくない？油なんだろうけど、油がやっぱ臭くないからかしら。ほろほろ、ほろほろっちゃいます？
ほろほろ。うん。炙り？炙るとどうなった？これね、炙るとこのわずかな上質な油が上にジュッて出てきてるから、すごい表現だね。焼いたらあなたこうなっちゃうのねっていう、垣間見えちゃった、垣間見えちゃった美味しい、食べたいよね、みんな食べたい。何かあるんですか？そこでですね、11月18日、19日、このブルースゴアの銀鮭食べられます。国連大学前、ここで去年も出店させていただいたオーディオテクニカさんのアナログマーケットが今年も行われますよ。で、今回も、魚屋の森さんチーム、ことぶき商店チームお声掛けいただいたんですが、はい、前よりももっと面白いことやりたいということで、今回なかなか手に入ることのできない魚をみんなに食べていただけないかと、しかもアナログをテーマにしてるので手間暇かかってるもの、人の手がかかって価値が作られたものがいい、はい、これしかないでしょう。ブルースゴアシ、さらにこれよりもっと珍しい 0.001% ぐらいしか取れない、はい、ホワイトキングサーモン、あら、誰かが釣ったやつだわね。マジで奇跡だったのよ、かなちゃん。奇跡の女だわ。はい、この回ですね、お願いします。この回でかなちゃんが釣り上げたアラスカでね、ホワイトキングサーモンのブルースゴア漁法で取られた、あれ本当にちょっと確率何パーよって話よ。これすごいのが、うん、日本国内にあるラスト4本を私が買い占めました。やだ。でこれをそのイベント用に販売させていただきます。ブルースゴアのホワイトキングサーモンは日本国内に来る予定が現状ではありません。かなりあの取り寄せ自体も難しいですし、貴重なものですので、ぜひこちらのイベントでご賞味いただきたいなと思います。でこれをスペシャルシェフ2名が作ってくださいます。土曜日と日曜日違うシェフさんの腕利きの有名な方ですよ、はい、が調理されてスペシャルメニューをキッチンカーで販売しますので、土曜日に来ても日曜日に来ても2日間来ても楽しいイベントになってますので、ぜひね両方食べていただきたいなと思います。そして、私は何をするかというとですね、魚を売ります。皆さんにこれ三枚おろしにしてとか切り身にしてって言われたらその通りにやってね、都心でお魚買うってなかなかないと思うんですけども、お近くの方はね買いに来ていただけるといいなと思います。さらに19日日曜日、14時半からはスペシャルゲストとのトークイベントも待っております。スペシャルゲスト、口抜きの津本さんがいらっしゃってですね、3人で対談をさせていただきます。これ公開トークショーになってますので、ぜひ来ていただければと思います。オーディオテクニカさんのアナログマーケットってすごい深い思いがあるじゃん、うん、その今もデジタル化されて、 その音楽とかもデジタルになってるけれども、やっぱり原点って全てアナログでできてて、それが活かされてるからこそ今こういうデジタル化社会があると、うん、それってすごい私たちの魚や水産にも通ずるものがすごくあって、忘れちゃいけない技術、手でしかできないもの、人の目でしか分かんない目利き、そんなものをですねしっかりこのイベントのコンセプトに乗せてすごく共感したので、私も発信できればと思います。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。イベントの詳細ですね、概要欄に URL 載せておりますので、ぜひそちらからチェックしてください。ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。じゃあ11月に1月18、19に今日も動画ご視聴ありがとうございました。ことぶき商店ではオンラインサロン、ことぶきファミリーサロンを運営しています。ただいま入会募集中です。概要欄の URL からチェックしてみてください。ことぶき商店ファミリーサロンでは一緒に釣りのオフラインイベントや、あとは YouTube の裏側を見せたり、あとは企画会議をしたり、月に1回会員さん限定の商品をお届けしたり、さまざまな特典があります。一緒にぜひ楽しみたいと思いますので、入会を募集しております。そしてパートナー会員さんもありまして、そちらではフランチャイズのオーナーさんも加入してますし、一緒に商品開発をするビジネスパートナーさんもいらっしゃいます。そちらは要事前審査ですので、もしよければエントリーのほどお願いいたします。ということでまた見てください。バイバイ。待って、早くない？食べるの。ちょっと先食べてるじゃん。わー今日もわーしか言えないね。